さあそれでは公開枠番洗濯会の様子ご覧ください。それでは青山選手投げてください。投げてていいです。 OK です。ありがとうございます。それでは続きましてご紹介します。鈴木圭一郎選手。続きまして永井大輔選手。続きまして佐藤隆也選手。続きましてご紹介します。高橋光選手。続いての選手は早川誠太郎選手。そして7人目荒尾聡選手。そして8番目の選手です。佐藤麻耶選手。はい、ということで王座決定戦に進出が決まった8人の選手がコールされましたが、佐藤麻耶選手のコールされた時、声援ですね。板場さん、この女子レーサーとしてスーパースター王座決定戦史上初めてファイナル8に残りました。すごいことですよね、男子の中にね、一人女子が同等にね戦ってますからね。そうですね、はい、青山選手、さあマイクの前にお越しください。それでは選手の何番でしょうか。番号をお願いします。1番で一枠を選択しました青山周平選手です。松本選手から青山選手へ。今日ゲストでお越しいただいた日本ハムファイターズの松本選手から今ユニフォームが手渡されました。着せて差し上げてください。あ、七日さんが着させてくれるんですね。鈴木圭一郎選手、マイクの前へお願いいたします。さあ圭一郎選手どうぞ。5でお願いします。おお、その心は何なんでしょうか。5。鈴木圭一郎選手5番を選択されました。5。さあ続いて離れたかった。さあ永井さん、永井選手はちょっと予定がずれてしまったみたいな感じの表情。2番で。永井選手は2枠を取りました。永井選手2番を選択しました。さあ佐藤隆也選手、佐藤隆也選手のこの表情を。佐藤隆也選手前へお願いします。さあ何番でしょうか。4番で。4枠を取りました。さあまだ内枠ということでいうと3枠は空いています。さあ1,2,4,5 がもうすでに選択されています。続いて高橋光選手、マイクの前へお願いします。3番で。そうですよね、ラッキーと思ってます。高橋選手、いや、そうですね、赤い勝負服を選択しました。今早川選手と荒尾選手がちょっと見合い。それでは続いて結局外かみたいな感じですよね。前へお願いします。でも佐藤隆也選手が4枠ですからね。6番お願いします。早川選手6番を選択しました。はい、荒尾選手仕方ない。なんかちょっとさあ場内から8位みたいな声、選手お願いします。8位みたいな声が聞こえています。8番で。おお、これは佐藤麻耶選手に乗っていこうみたいな。さあ佐藤麻耶選手、それでは佐藤麻耶選手マイクの前へお願いします。
7番ではいというね、7番でということで、これインタビュー聞いてみたいですね。あと3分ぐらいですかね、6番が決定いたしました。いやでも内枠からすんなりじゃなかったですね。そうですね、一番のサプライズは圭一郎選手が5を選んだことでしょうかね、ご覧の8名で明日12レースが争われます。それではですね、ここからはお一人ずつお話を伺ってまいりたいと思います。まずは1号車を選択しました青山選手、1号車を選んだ理由を聞かせてください。少しでも違いんで1番選びました。明日の、レースへの意気込みと、そしてファンの皆様へのメッセージをお願いします。はい、同期のまやちゃんが一緒に乗ってるんで、スタート7番が飛んでくるのが怖いですけど、一生懸命盛り上げられるように一生懸命頑張ります。応援してください。ありがとうございました。それでは2号車を選択した永井選手、2号車を選択した理由を教えてください。まあ空いてたら内側から取ろうと思ってました。はい、それではファンの皆様へメッセージをお願いします。そうですね、今年最高の8人に残ることができました。明日みんなですごいレースして、できれば優勝したいです。精一杯頑張ります。応援お願いします。ありがとうございました。続きまして高橋貢選手です。3号車を選んだ理由教えてください。一つでもうちに、入りたいと思いまして選びました。それでは明日のレースに向けてファンの皆様へお願いします。はい、いいレースをできるように精一杯頑張ります。皆さんで、オートレース盛り上げてください。明日もよろしくお願いします。ありがとうございました。続いて佐藤選手、4番を選んだ理由を教えてください。今日1着取れたんで。とても簡潔な答えでした。それでは明日に向けてファンの皆様へお願いします。明日は今年最高のスタートを見せますので、皆さん僕の車券を買って夢と現金を皆様にお渡しいたしますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。続いて鈴木圭一郎選手、5番を選んだ理由を教えてください。はい、昨日1着取れたので。やっぱり縁起を担ぐんですね。それではファンの皆様へメッセージをお願いします。はい、今年一番いいレースしますので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは早川選手、6番になりました、理由を聞かせてください。そうですね、貢さんが3を開けてくれてれば3いったんですけど取られちゃったんで、はい、6にしました。はい、それでは緑の勝負服での明日への意気込み聞かせてください。そうですね、7号車に負けないようにスタート頑張って切っていきますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。そして佐藤真也選手、7号車になりました、理由を教えてくださいというか、もう最後だったんですけれどもね、7号車になっての気持ち聞かせてください。はい、ファンの皆様のおかげで7号車が空いてました。ありがとうございます。まあ、ご自身の頑張りもあったと思います。それでは明日に向けてファンの皆様にメッセージをお願いします。はい、1号車まで飲み込むようなスタートを切って見せ場を作りたいと思いますので、最後まで応援よろしくお願いします。ありがとうございました。そして最後です、8号車になりました荒尾選手、なぜ8番を選びましたか。あの状況で7を選ぶ勇気はありませんでした。忖度ということですね。いや、ファンの皆さんが僕を応援しているのか、まやちゃんを応援しているのかわからない声援が大きかったので、はい、8にしました。すべてを含めて明日への意気込み、荒尾選手の気持ちを聞かせてください。丸飲みの刑にしてやります。ありがとうございました。8選手の枠番選択をした理由、そして意気込みを伺ってまいりました。それでは明日の12レース、スーパースター王座決定戦に向けて、この8選手、準備へと向かわれます。どうぞ皆様、今一度盛大な拍手と声援をお送りください。